今日はですね、カラマーゾフの兄弟の中から「ゾシマ長老」という登場人物を紹介したいと思います。で、このゾシマ長老というのはですね、カラマーゾフの人たちが暮らす町の、修道院のですね、最も尊敬されている長老っていう、そういうふうな役回りなんですけれども、このゾシマ長老が若い時にですね、かなりやんちゃで、彼は。決闘に明け暮れるっていう、そういうふうな日々だったんですけれども、ある決闘の前日にですね、神様の雷に打たれて、改心してですね、修道院に入ろうと思うんですけれども、翌日に決闘が控えているんで、この決闘は終わらせなければならないということで、ピストルをお互いに3発ずつ打つっていう、そういうような決闘なんですけれども、とにかく相手に3発打たせて、最後の球を相手が打った後に相手を抱きしめて、そのまま修道院に行くっていう、そういうふうなことで、修道院に入って、そのまま長老になって人々の尊敬を集めるっていうふうなことになるんですけれども、このゾシマ長老がですね、物語の途中で亡くなるんですよね。そして亡くなった後ですね、葬式みたいなことになる前に、ゾシマ長老の体が腐り始めるっていう、そういうようなことになって、人がですね、死ぬと、匂いが出るっていうのは当たり前のことなんですけれども、さすがにこれは長老で、尊敬されてる長老だから、みんな何か奇跡が起こるんじゃないかということを期待するんですけれども、奇跡というものは起こらず、ゾシマ長老の体は腐り始めるっていう、そういうようなことになって、この町のですね、たがが外れたみたいになるんですよね。最初ですね、ゾシマ長老の遺体が臭い始めるっていう、そういうようなことになった時に、修道院の奥からですね、断食業者みたいな、自らのですね、体を痛めつけて、そのことによって神に近づこうっていう、そういうふうなですね、断食業者みたいな、修行僧みたいな人が現れてですね、ほれ見たことかと、ゾシマ長老はいつもおいしいものを食べていた。私は修道院の奥にこもって、このような厳しい、修行をしていたから、ゾシマ長老はですね、まだまだ甘いと、だから死んだ後に体が腐り始めるんだっていうようなですね、そんなことを言い始めて、町中がざわつき始めるっていう、そして町のたがが外れてですね、最後は、カラマーゾフの兄弟の父親であるフョードルが殺されて、その長男であるですね、ドミートリーが警察に連れて行かれて裁判にかけられるっていう、そういうふうな話の流れになるんですけれども、このゾシマ長老っていう人はですね、結局この町のですね、町の一体性を支える最後のアンカーみたいな、そういうようなことになっていて、日本で言えばですね、天皇みたいな、天皇陛下みたいなことになると思うんですよね。皆がですね、ゾシマ長老にある種依存してるんですよね。そしてその依存し、まあ、している対象であるゾシマ長老が死ぬと、それぞれがですね、それぞれの自己主張を始めるっていう、そういうようなことになるんですけれども、日本でも、例えば天皇制がなくなったとするならば、日本の一体性が、みんな不安になってですね、天皇っていうのは日本の一体性の最後のアンカーですから、一体性が不安になって、一体性がに対するですね、不安感を覚えて、皆がさまざまな自己主張を始めるんじゃないかっていうふうに、私なんか思ったりしますね。このようにゾシマ長老っていう人がですね、死ぬことによって、物語、カラマーゾフの物語っていうのは、それぞれがそれぞれにですね、自己主張を始めるような、自己主張をぶつけ合うような、そのような、論理構造に、物語構成になっているっていう、そういうふうなことになります。これですね、日本の場合は、天皇っていうものがいるわけですから、これ右翼も左翼もですね、一応天皇っていうのを認めてるんですよね。そしてその天皇に、ある種依存してですね、この国の一体性は成り立ってるっていう、そういうようなことに私なると思うんですけれども、天皇というものがいなくなったらですね、この国の中で、さまざまな立場の人がさまざまな、さまざまな方向性を向いてですね、今はですね、一定の方向性を向いて、議論をしているっていう、そういうふうな側面もあるんですけれども、
天皇というものが日本の一体性を支える最後のアンカーというものがいなくなれば、カラマーゾフのようにですね、縄が解き放たれるようにですね、それぞれが勝手な方向を向いて議論を始めるっていう、そういうふうなことになるんじゃないかっていうふうに、ゾシマ長老の場合のカラマーゾフと同じようにですね、そういうふうなことになるんじゃないかっていうふうに思ったりしますね。今日はですね、カラマーゾフの兄弟の中からゾシマ長老という人物を紹介させていただきました。今日は以上になります。